はず。はい、こんにちは。1日2日、みつかです。こんにちは、志村美希です。今日はですね、僕たちからずっと、まあ、言いたかったことなんですけど、まあ、ずっと言えずにいたので、今回4月1日、まあ、新年度の始まりということで、ここでご報告をさせていただこうかなと思います。緊張する。誰か言った？言ってない。あ、言ってない、うん、俺誰に言ったっけな。俺、ソウシさん言ったの。ソウシさんに言った。言わないでって。いいだろ。あとレイジも知ってる。え、うん、レイジくん知ってるんですか。レイジとソウシさんに言った。ヨシキマンには言ってないの。言ってないです。じゃあ動画で知ることになるから。はい、ということで、はい、僕たちから皆さん言ってなかったことなんですけど、はい、私たち。まだ言わない。まだ早い。まだ早いよ。早い。そんな貯める？でも結構ずっと前から、うん、ね、こう、まあ、準備してきて、2人でずっと温めてきたんですよね。温めに温めてね。そう、大事に育ててきた。大事に育ててきた。ね、はい。ということで、え、もういい？温まった？まだじゃない。まだ持つ。もう一緒。だってもう分かっちゃったらもうみんな脱出しちゃう。脱出しちゃう。ここで再生時間を引っ張るの。はい、うん。まあでも、エイプリルフルだけど嘘はありません。あ、そうじゃないです、うん。ちゃんと新年の始まりという意味でも4月1日です。散々みつかさんにはご報告っていう様で、うん、毎回ね。毎回使われてたんですけど。使われたとか言うなよ。はい、でも今回だけは、ガチのご報告なんだよね。ね。何人かね、ちょっと DM で。来た。私も結構来ました。あ、俺もちょっとだった。もうさすがにみんな気づいてるので、いや、そうそうそう、隠しても無駄なので、うん、早く公表してほしいですとはよく言われますね、うん。まあでもそれをやっと今日公表できる日が来たので、うん、言いたいと思います。はい、僕たち、はい、本書きました。嘘じゃないです。嘘じゃないですね。はい、2人で準備して、2人でずっと準備して、温めて本を出版することが決まりました。はい、温めた拍手。えい。ということで、今回の本はですね、まだタイトルは一応仮なんですけど、うん、まあ、初めての痩せらんということで、うん、ダイエット本になっております。で、まあ、ちゃんと正式には執筆が僕、うん、で、モデルとして志村さんにも出演してもらってるんですが、なんとその中で何ページか結構志村にも書いてもらって、そうですね。そう、なぜかやっぱり女性のダイエット本、ランニング本っていうのを、まあ、メインターゲットにしてる本なので、今回ちょっと志村さんにもちょっと内容を手伝ってもらった部分もあります。はい、で、なんで僕がそういうダイエット本、ダイエットに向けたランニング本を書いたかっていうのも、まあ、ランニングをもっとみんなに身近にしてほしいなっていうので、まあ、今回の本はランナーさんはもちろんなんですけど、まあ、これからランニングしてダイエットしたいなとか、今までランニングに全く携わらなかった人にも読んでほしいなと思って、それがきっかけで、ランニングしようじゃなくて、ダイエットしよう、よし、ランニングしようって言って、ランナー、行くランナーさんになってくれたらいいなと思って、ランニング人口がより増えて、ランニングの楽しさを知る人が増えたらいいなと思って書いた本です。で、今回情報解禁が今日4月1日ぐらいになってて、今度発売日、大事な発売日が5月22日になります。5月22日、私も知らなかったです。ちょっと言って入れといてね。で、前日にはもしかしたらイベントもするかもよっていうところなんですけど、うん、本の、まあ、販売方法は全国の書店に置かれます、うんうん、で、かつ昨年と同様 Amazon、楽天で今日から先行予約も可能です。楽天の方ではなんと今回もサイン本用意していただけるということで、で、昨年はですね、Amazon さんの方でね、ミスがあり、サインが届くみたいな書き方になっちゃってたんよ。まあ、それはちょっと本当に申し訳ないんですけど、今回はちょっとミスないように、ちょっとやっていきたいと思うので、Amazon 楽天で予約ができますっていうのと、書店での販売は5月22日になりますので、ぜひその本をチェックしてもらえればなと思います。はい、書店に私たちの本が並ぶということで、やばいよね。すごい楽しみ。いや、すごい楽しみ。初めて。うん、雑誌はなんかあるけど、うん、本は初めて。しかも表紙の、まあ、帯にもしかしたら志村がいるんじゃないかなっていう、うん、の話だけもらってるんですけど、それも楽しみにしながら見つけてみてほしいですね、はい、と思います。詳しい詳細は概要欄の方にまとめているので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います、はい、いやー、でもこの本ね、準備したよね、うん、2人で、うんうん、これ本当にね、たくさん準備しました。たくさん準備した。これ見て、ね、あー、かっこいいですよ。ほら、ちょい見せする。モザイクかかるかもしれないけど、ね、ちょっと
ちょろっと。グラビアみたいになってる。あ、こんな中には実は志村さんのグラビア写真もあるということで。ないです。ないです。ここはちょっとね、俺の写真とかもありながら。これ見せたいね。かわいい。漫画風になっていて、よりこう、ランニングとかもちょっとね、きついとか、嫌だって人も多いじゃん。うん、そういう人にもこう取り組みやすいように、ダイエットとしてランニングが一番、食費カロリー高いしいいよっていうのを伝わるように、でもポップにカジュアルに、楽しく痩せようよっていうのがテーマです。よく質問で多いけど、みつかさんもそうだけど、私も結構、食事は好きなもの食べたいって派じゃないですか。めっちゃ食べてるよね、めっちゃ食べます。はい、今もうちょっとおい本当に食べてました。小麦も制限しないし、炭水化物もめっちゃ食べるじゃないですか、でもちゃんと体型は、まあ、そこそこ維持はできて、いや、すごいすごいスタイルですよ。あ、はい、あなたもです、はい、いやもうやめてよ、本当にもう恥ずかしい恥ずかしい。そんな2人のね、その体型維持の方法だったりとか、はい、そう、意外とね、楽しんで走ってるよね、頑張らなきゃとかきついことしなきゃっていうよりも、美味しいご飯も食べて、いっぱい遊んで、お酒も飲んで、プラスで楽しむためにランニングもして、で、それが体型維持にもつながって、っていうので、なんかそういったやり方とかもみんな、私お酒別に飲まないです。はぁやめてよ、やめてよ、本当に月1ぐらいしか飲まない。あ、月1があれ、はい、あ、じゃあ月1全部見てるわ。他にも見て、これ志村がこうやって、ちゃんと教えてくれてるの。こういう練習をしようよみたいな。見てこの顔。NG のやつだけ。NG の時は NG の顔してます。わかりやすいでしょ。そんな顔してないよ。見てこれ。してます。見てる。シーンもあるし、もう一個見せたいのがあって、あ、これこれこれ。志村がイラストでこういう筋トレがこういうところに効くよとか、一緒に何回やろうよみたいなのページもあります。私からは女性。ならではの視点で、みつかさんにはわからないような細かいところ、女性ならではの毎月のいろいろあるじゃないですか、あるあるある、そういうところも含めてアドバイスとか、はい、質問にお答えしてる感じです。その辺俺わかんないからね、俺今までこうなんでランニングの勉強や研究をずっとしてきて、でこうやって自分を実践しながらみんなに教えて、今3年間この活動始めて、あ、みんなこんな痩せていくんだっていうのを正直すごい実感したんよね、だからこそそこで得た知識とか技術を、まあ、より多くの人に届けようって、しかもかつ、まあ、ちょっと今回のターゲットは、まあ、男性はもちろん全然読める本になってて、あの動き作りとか取り入れる、いや本当に詳しく載せてたよね、もう本当に初心者初心者初心者、ランニングもしたことないで人からランニング始めましたよとか、ランニング極めたよって人まで結構幅広い本になってます、志村的にどう思った、今回俺がこうやっていろいろ準備して書いたこの内容、まず、本を書くことってすごくいろんなたくさんの人が携わってるっていうことと、すごい時間がかかるんだなっていう、あの一冊を書くだけですごい大変なんだなってすごい思いました。いや、もちろん2人だけ書いたわけじゃなくて、そうだね、撮影の方もいっぱいいて、みつかさんは言葉にできてて、でもみつかさんに言葉にできないことももちろんあるじゃないですか、そういうところをライターさんが汲み取って文字に落としてくれて、そうやっぱすごいですね。いや本当にね、ちょっと感動してるよね、こうやって上がってきて、俺はもうより多くのみんなに届いて、で読んでもらって、かつそれでみんなの人生がより豊かになったらなっていう思いでと準備しているので、第三つかの名言なんですけど、ランニングはきつくて苦しいものではなく、より人生を豊かにするものである。なのでそのランニングはみんなね、みんなのライフスタイルに取り入れてもらって、痩せる、楽しくなる、自己実現するっていうところに結びつけてほしいなと思います。ぜひ今回の新しい初めての痩せラン読んでみてください。ということで、僕たち2人からのご報告でした。はい、嘘ついてないです。嘘ついてないですね。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、ついでに志村美希さんの YouTube チャンネルの登録の方も、はい、ついでのついでによろしくお願いします。メインは今回の本と、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントまで皆さんお待ちしております。お待ちしております。今日の動画はこれで、はい、終わりにしましょう。ついでのついでね、私の各 SNS も、各 SNS も概要欄に貼らせていただきます。よろしくお願いします。強欲な女じゃ。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。